こんにちは、ももあです。今日はですね、コスメ収納第2弾やっていきます。なんていうの、後編、後編をやっていきます。ここからですね、ここを見たい方は前編を見てください。はい、はい、ここはマスカラちゃんコーナーです。これ、私の夢だったやつ。あ、夢だった魔女魔女の結構ビューラーない。あのね、買うのがなかなかなかったんだよね。これは、これママの、ちょっとやだ。から盗んできました。さすがにやばいよ。頑張るよ。これは、ママの。これもママの。全部人の。これもママのです。これは、いとこからもらいました。あ、いとこ。お金。ほとんどママだよね、お下がり。気になるな、なんかすごい。あの、ヘアピン紹介はなんかさ、TikTok のコメントでも、全紹介してくださいって来てたから、今度紹介します。私のお気に入りこれで。やば。しんちゃん。しんちゃんと、ハンギョンさんですね。すごいよ、ちょっと。あと、おばあさまだ、おばあさま。おばあさまね。おばあさまねって。おばあ推しね。私、おばんちゅうさぎ大好きなの。みんな、おばんちゅうさぎ知ってる？え、可愛くない？お、え、なに？入るんだ。あ、びっくりした。はい、ではね、ちょっとね、ここから可愛いゾーンに入って、あ、ここね、とりあえずは。はい、まずこれを2つはね、100均でございます。セリアとダイソー。あ、そうなんだ。違うんだ、種類。これどっち見て、四角と三角。あ、ちょっと違うでしょ。こっちがセリア、こっちがダイソー。よく覚えてんね。あ、これは兄様のです。ね、言わないでよ、私もいとこあった。待って、こちらはブラシコーナーの、こちらシーンで500円です。すごくない？これで500円って、ケースはダイソー。あ、そうなんだ、これね。何さ、あのパール入れたら、これはちょっと絶対教えたい。なんで？あ、そうなの？リップブラシ、ママからいただきました。そう、これユアとママに買った。イエーイ。これもし、これさ、眉毛のなのにかけないんだよ。あ、これね、有名だけど。詐欺。いや、詐欺ではない。あ、これ、これどこで買ったんですかってめっちゃ気になってました、私。ちょっとここはまだ。あ、そうなの？あ、こっちか。こちらですね。これダイソー。全部ダイソー。なんかいいな、憧れるわ。ほんと？これはダイソーで、全部ダイソーです。あ、この。なんか揺れてない？え、これ結構揺れる。このダイソーはね、間違えた。ういうこと？このスタンドはドンキホーテですね。え、これ なんで買ったんだっけ？誕生日の時。あ、それだ、それだ。いや、忘れないで、そこは。かわいいよね。え、これずっと使ってる。ちょっとここに。うわ、これかわいい。え、これもらったの。そうだよね。え、中身やばいよ。うわ、うっ、綺麗。綺麗じゃない？お空。お空って。これはね、ちょっと紹介したチュルチュルさんの下地でございます。これ欲しがってたね。ここはリップゾーン。うわ、これの新作欲しいんだけど、なんかわかんないんだけども。え、新作出たの？ここにあるの。そう、何が持ってるかわかんなくてさ、買ってあげたくてもわかんないんだよね。ここかわいいぞ。ここが一番好き。そうかも、これ。あー、結構前に、ウェムの時だね。そう、めっちゃ色がかわいいの。うわ、そうの、いいよね、誕生日プレゼント。ね、寂しそう。ここ、あ、ちょっとここ汚い。ちょっとぐちゃぐちゃ系。ね、ここはね。あ、でもあれがある。キューガルの。キューガルです。キューちゃんです。いいよね、結構。そう、めっちゃいいの。これは。よく綺麗に出るね。ずっと欲しかったから。これちょっとさ。びっくりした、今虫かと思った。収納紹介。ニトリ。ニトリ。で、これ100均。よく聞かれるからね。ぶつかってたよ、頭に。ドン、はい、で、私がこの中で一番お気に入りのコスメを紹介します。え、どれだろうな。あ、そうなんだ。これなんだけどね、割れちゃったの。うわぁ、どうしちゃった。また階段でこのまま落としちゃった。私のお気に入りはこれです。皆さん、どうでしたか、私のドレッサーさん。キモくないって方もいると思いますね。ちょっと生意気でした。生意気でした。うん。はい、では、いや、でも皆さんはどこのゾーンが好きでしたか、ぜひ教えてください。ママ的にはね、どこが好き、好きっていうかね、こんな綺麗に入れられるのがすごいなって思った。ママもさ、やってみてるんだけど、こんな風にならないんだよね、なんか。
と結構センスが問われるっていうか。ママデパートコスメばっかだから。デパートコスメだからさ、あの、うん、なんて言うんだろう、あのさ、そういうの形がさ、すごいじゃん、うん、だからさ、そう、うまく入んないんだよね、そう、うまく入らん、あの、すごいな、あの、ディオールのさ、こことかポコって出てるからさ、いう、そうだ、これって、もちゃんに聞きたかった、これ、これなんだっけ、ザセム、言えたー、なんだ、いつも、なんだっけ、今、ゼサム、今、頑張って考えた、だよね、じゃあ、ももちゃんの、ドレッサーでしたー。これドレッサーじゃなくて机だよ、ただの机、うん、そうで鏡置いて、うん、鏡置いたから、イエーイ、落ちてたからさ、ちょっと汚いけど次回はこちらです。はーい。